はい、野坂岩でございます、では引き続きホライゾン国土のベストやっていきましょう。今回はこんなやってんの、サイドクエストの土砂崩れ、これ最終局面かな、洞穴に入るというところですね。やっていきましょう。降りる。あ、いた。お前がケントックだな。なぜ流れ者が私の名を。ナティーカに頼まれてきた。お前が助けた兵士から流されたと聞いてな。そうか、無事だったか、よかった。待て、ナティーカが戻ったのか。ああ、話に戻る途中で土砂崩れが起きたらしい。今は生存者の世話をしてる。私が間違ってた。女体を認めぬなど、兵士は皆部族のために奉仕すべきもの。彼女の言う通りだ。今さらだが行かせたくなかった。有能な族長の衛兵になれた者を、もうあいつの希望を妨げはしない。この傷じゃ助からないって顔だな。私は務めを終えた。さあもう行け。いや、ここで死なせたりしない。出られる方法があるはず。無駄だ。登ろうとしたがダメだった。壁さえつかめない。地上から水が流れてる。通ってきたとこじゃないの。別のところからだ。それを見つけて量を増やせば、お前が身動き取れなくても地上に運べる方法があるかも。おい、ほら、気を失うんじゃないぞ。周りを調べてくる。まるでナティーカのようだな。ファイアクローのように容赦ない。ならもう慣れてるな。ここで待っていろ。ここから出してやるから。水が流れてくる場所を見つけないと。上に登って調べてみるしかないな。うわ、これまた。ん？フォーカスで見てみるか。あれか。そこでポイントして、あ、またこのパターン。近すぎて無理か。もうよいしょ。あの通気口から流れてる。違うか。
ならどこか別の場所か。え、違うの？え、ここ入れないの？なんじゃこりゃ。こう。え、そこ？金属が見える。一部引っ張り出せるかもな。あ、これ？これで向こう側に渡せる。あー、おじいだ。げっ。こっからかい。出せる系ね。あー、また落ちた。え、どこ？え？頼むわ、もう。で、トン。で、トン。これがさ、なんでつかめ、あ、つかめた。ここでいいのかな。さて、下で見た滝はこの辺りから入り込んでるはずだ。水源をたどってみよう。
保管庫に入れておくか。こうやってんやろか。え？水が漏れ出してるな。ファイアグリームを使って壁を吹き飛ばせれば一気に浸水が始まるはず。建築さんの木材は浮いてくるだろう。え、マジマジ？またそういう系。おい、いいのかそんなんで。何をしたんだ。出口を用意した。もうすぐだ。おい、しっかりするんだ。なんていかに。自分で言うんだ。負けず嫌いなんだろ。最後まで戦え。彼からの伝言だ。剣はそれを手にする者にのみ従うもの。訓練でいつも言われてたっけ。叱る時も褒める時も耳にタコができるほど。でもきっと彼の言う通り、残るか去るかは私が決めること。謝れなくて残念だったな。そうね。これからどうする。まだわからない。血の爪痕は立て直せるだろうし、それが済んでからまあ衛兵になるのもありかも。まずはケントックを弔わなきゃ。名誉ある兵士としてね。アーロイ待って。あなたのおかげで仲間も村も救われた。これを受け取って。ありがとう。お前ならうまくやれるよ。はい、ということでサイドクエスト土砂崩れなんとか完了しましたね。これ大変だったわ。はい、ということでまだねサイドクエストがね結構出てるんですよね。こんだけ、あといくつあるんだ ?5 つあるかな。ここら辺をまた進めていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。野坂巌でした。